はようございます。ハロウィン仕様ですね。はい、結びながらで大丈夫ですか？大丈夫です。今日のコンセプトは、今日は大型猫メイドです。だよね、はい、大型だよね。それはタニーさんに言われたから大型猫にしたんですよ。猫メイドちゃんだったんですけど、うん、タニーさんにでかって言われて、うん、大型猫にしたんです。てかトラかと思ったんだけど、ホワイトタイガーですか？いや、めっちゃでかいよ。違う、これさ、ゆずきちゃんさ、はい、面白枠だよね。どういうことですか？今日のコスプレ面白枠だよね。めっちゃ可愛い枠です。サマスがセーラーサマスで来るって言ったんですよ。はい。でサマスがセーラームーンのコスプレをしてたら絶対面白いじゃないですか、うん、でミスモンゴル選手もなんか365日ハロウィンみたいな感じじゃないですか、うん、なので私も対抗して2人に被らないように、モンゴルさんは魔女っていう感じで、サマスは面白かわいいセーラーサマス、うん、でゆずきは王道のかわいいで、あ、ちょ、取らないでください。何を？大事なお手手がついてなかった。ハロウィンスリーウェイです。すごい。いや見てみ、ちょっと並ぶよ。はい、でかい。やばくない？にゃん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 。頑張ってください。背中頼もしい。え、今日の試合はどうですか？まあ佐藤陽平が復帰してくるってことで、まあ自分入団の時からなんか生意気だなんだっつって SNS でだいぶ言ってくれたんで、まあ今日バッチバチにやってるから、はい、思ってます。ありがとうございます。本日タッグトーナメント1回戦臨むお二人ですが、はい、意気込みをお願いします。意気込みね、もう特訓してもらった、はい、キックをキックをね、キックをバンバン、バンバンやりたいと思います。立てないくらいにね、蹴ってやろうね、まあ、蹴ってやります。優勝は狙ってるんですか？狙ってますよ。狙ってるんですか？本気です、はい、本気ですか？本気です。バナコさんは、はい、キックさんのこと2番目に好きっていうのいや噂が、私は誰のことも一番とは言ってなくて、みんな大好きです。あ、そう。本当に好きな人にしか大好きとは言ってないです。ドキだから言ってます。あ、言ってます。コニーさんとかジュアルさんとかゆずきちゃんとか大好きっていっぱい言ってますけど、それは誰にでも言ってるんじゃないんです。好きな人に言ってるんです。わかりました。じゃあ、はい、大好きなキックさんと力を合わせて勝ちに行きます。頑張るぞ。あ、おはようございます。サマス、それは何？セラサマス。セーラーサマス、はい、かわいい。ありがとうございます。ハロウィン大好き。今日の試合はどうですか？スリーウェイマッチ、サマスとユズキとミスモンゴル、コスプレマッチ。ユズキとタッグチームだから、はい、モンゴルを倒すんですか？はい、頑張ります。頑張ります。頑張ります。頑張れ。頑張ります。作りが頑張っておしょっきょ。今日はスリーウェイです。はい、試合の意気込みお願いします。サマスとの絆を深める日だと思っています。練習ではたくさんサマスとぶつかってるけど、サマスに一番認めてもらうにはやっぱり試合だなと思うので、先日ケントとサマスとユズキのスリーウェイマッチの時にサマスは私を強いと認めてくれたと思っているので、今日はもっともっと認めてもらって絆を深める、ユズキやるじゃんってサマスに思っていただく一つ目です。2つ目はミスモンゴル選手が X でこれは実質ハンディキャップマッチなんじゃないかっておっしゃってたんですけど、認めたかと思ったので、ミスモンゴル選手に認めていただいた以上は私もその気持ちでサマスと力を合わせて勝ちます。ハンディキャップマッチでも勝ちは勝ちですから、という意気込みでいます。猫パンチで勝ちます。頑張ってください。はい、はい、おはようございます。今日はお誕生日何歳になったの？17歳になりました。じゃあ17歳になったプロレスラーとしての意気込みをお願いします。5月にデビューしてばかりで、まだ全然技術も追いついていないんで、他の選手と比べると追いついてないんですけれども、早く他団体のリングに上がって桐生健人をいろんな人に知ってもらいたいなって思ってます。はい、じゃあ17歳でも、はい、可愛いケントでいてください。はい、おめでとう。ありがとうございます。
参加選手がケントと1分ずつ戦う日です、はい、今の気持ちは？いや正直1分しかないじゃないですか。だから相手も自分も技をやりたくても決まらなかったら全部ドローになる可能性もあるじゃないですか。今日は1分しかないんですけど、自分が全部勝って全勝をつかみ取りたいと思います。はい、頑張ってください。頑張ります。今日のコスチュームは楽しみ。スリーウェイ、サマースとユーゼキとミスノーグル、お楽しみ。今日は自分の誕生日ということで、メインに1分だけを参戦選手全員とやります。決勝を目標にしておりますので、皆さん応援よろしくお願いします。皆さん、お写真です。佐藤岩井です。まだちょっと僕がいない間にね、ちょっと高揚とかね、ちょっとね、だいぶ調子つけたっていうのをね、まあ、感じましたので、ね、高揚負けねえよな。ケント、ハッピーバースデー、お誕生日おめでとうございます。17歳ということで、スイート16はどうなるんだろう。名前変えるのかな。永遠の16歳がタッグパートナーなので。あ、そうなんですか。はい。あ、なるほど。じゃあそのままですかね、スイート16ね。で、勉強も頑張って文武両道ですね。まあ、風のお父さんからの噂によると勉強してないというような話があちらほら入ってくるので、しっかりとお勉強も頑張ってください。これからもよろしくね。素敵な一年を。ケント、お誕生日おめでとう。今日で17歳、リアルバースデーに大会があること、そしてケントのスペシャルマッチがあること、それはすごくホットシュシュの神様に愛されている気がします。この数ヶ月でメキメキと成長しているので、17歳のケントがどう進化していくかすごく楽しみです。タッグトーナメントではケントと戦いますが、今日はケントおめでとうの気持ちで精一杯祝福します。 Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear ケント。疲れ顔でおしゃべり桐生ケント選手、誕生日おめでとうございます。17歳ってことで、そうですね、まあ、いつも体格で一番うちらやることが多いんですけど、まあ、また17歳パワーアップしてさらに、強くなってくると思うので、自分も負けないようにきっちり練習していくんで、また次試合シングルでもタッグでも当たった時はバッチバチにやり合いましょう。おめでとうございます。ケント、誕生日おめでとう。子供みたいなあの年齢差があるんですけど、なんかいつもね、焼きそばばっかり食べてるから、ちょっと今度試合、練習終わった後なんかラック弁でも持ってこようかなって思ってます。おめでとう。今日は何の日？誕生日。今日はケンちゃんのリアルバースデーなので、本人は嫌がってましたけど絶対お祝いバルーンを握ってもらいます。で、もう当日なのでちょっとハッピーなことが起きるように私は企んでいるので、ケンちゃんを精一杯お祝いしたいと思います。おめでとうございます。ケント、誕生日おめでとう。来いよ。ケントさん、お誕生日おめでとうございます。いつもありがとうございます。ケントさんみたいに強くなりたいです。頑張ります。ケントさん、いつも前髪こまめにアイロンかけていて、私にも教えてくださって嬉しいです。また教えてください。ありがとうございます。おめでとうございます。すいません、ホットシュシュの桐生ケントが本日誕生日を迎えまして、大変僭越なんですけれども、何かメッセージをいただきたいと思います。どん、何歳ですか？17歳です。17歳。若すぎる。お誕生日おめでとうございます。イエーイ。ケント、おめでとう。いやー、もう本当にケントはいつも見ても可愛くて可愛くて、もうあーってやりたくなるような少年です。いつか
いつか試合しましょう。おお、ありがとうございます。おめでとうございます。おめでとう、頑張れ。ありがとうございました。高校生というね、このすごく人生において重要な時期を、ホットシュでのプロレスを選んでくれて、ありがとう。17歳、いろんな可能性がある時なので、目いっぱい頑張ってください。ケンタ、お誕生日おめでとう。おめでとう。ケントとはいつもカップ焼きそばとカップラーメンを練習後に仲良く食べる仲間って感じがします。これからも良き相談相手としてやっていこうと思います。よろしくね。はい、練習後にいつも2人でラブラブで帰ってるですけども、それがなんか唯一のなんか練習後の楽しみみたいな感じになっています。はい、これからもよろしくお願いします。おめでとう17歳。